平野紫耀初インスタライブでの意外な一面にファン騒然。ファッションから素顔まで、彼の新たな一面を探る。こんにちは、読者の皆様。平野紫耀が、元ジャニーズ副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた新会社 2B に合流したことは、ジャニーズファンにとって大きな衝撃となりました。 そして、その平野様が初めてのインスタライブを結婚した際、意外な展開が待っていました。7月14日、平野仕様は元ジャニーズジュニア i ムプエの飛べ合流発表会に、全身ルイ・ヴィトンのコーディネートで登場。Y シャツ。 T シャツ、パンツ、ブーツ、ネックレス、ブレスレットなど、全身のファッションアイテムが高級ブランドで統一されたスタイルは、ファッション愛好者たちの間で大きな話題となりました。その総額は、なんと約120万円にも上るといいます。これには多くの人々が驚き、賞賛の声が上がりました。一方、 平野紫仕様は自身のインスタグラムにアップした写真でも、新作 T シャツに胸ポケットにロエベのブランド名が刻まれたものを披露。こちらの T シャツは税込6万6千円という高額アイテムでした。以前から平野仕様は、グッチやフェンディ、バレンティーノなどのハイブランドの服を愛用していることは知られていましたが、この日のファッションスタイルは、まさに一新されたものと言えるでしょう。 しかし、全身同じブランドでブランドロゴがギラギラ目立つコーディネートに対しては、一部のファンからは、やりすぎ、との声も聞こえてきました。平野仕様のファッションセンスは評価されているものの、そのバランスには疑問の声も寄せられているようです。そして、8月14日、街に待った平野仕様の初のインスタライブが実現しました。 彼はスピン姿で登場し、最大37番人の視聴者が彼の生配信を楽しみました。黒の T シャツに身を包んだ平野紫耀は、自身がインスタライブを行う経緯を語りました。それに加え、自身の髪の毛を切ったことや陶芸体験、ファッションの話題など、様々な内容についてファンとのコミュニケーションを楽しんでいました。 その中でも意外な一面が明らかになりました。平野仕様は普段から髪の毛を切ってもファンが気づかないことに苛立ち、そのポイントをアピール。また、陶芸体験やペットボトルの飲み物をコップに注いで飲むことにハマっていること、爬虫類の蛇に興味があることなど、彼の普段知ることのできない一面が次々に明らかになりました。 しかし、意外なゲストがライブに登場する場面も、苦手なものが雲であることを告白する一方、その理由については、目がたくさんあることに対する恐怖心を打ち明けました。その後、爬虫類のヘブに対しては意外なくらい平気な様子を見せ、ファンには新たな驚きと興味深いエピソードを提供しました。 さらに、平野紫耀の親友からの電話や、YouTube でのコラボ希望相手についての言及もあり、ファンたちは今後の展開に期待を寄せています。平野紫耀の初インスタライブは、ファッションから素顔の一面まで、彼の新たな魅力を垣間見る貴重な機会となりました。今後の彼の活動にも、ますます注目が集まることでしょう。以上で記事を結びます。 読者の皆様、今回の記事が平野仕様の魅力を深く掘り下げ、新たな一面をお伝えできたことを願っております。